私にとりまして11回目の当選を目指して今回の選挙も立候補させていただいたところでございます。山田町出身、自民党の前職、鈴木俊一さん。父は鈴木善幸元総理です。これまで財務大臣などを歴任、現在党の総務会長を務めているため岩手を離れることが多く、妻や長男のサポートを受けながらの選挙戦となりました。妻や息子やもう総動員でですね、留守のところは頑張ってもらいたいと思ってます。選挙戦では物価高を上回る賃上げ実現や震災からの復興完遂を訴えました。一度失われた地域の絆でありますとか、あるいは地域のにぎわい、こうした形のないものを震災の前の状況に戻していかなければならない。祖父は八幡平、祖母は久慈の出身です。この肉こそ私のルーツだということで。対する野党統一候補、立憲民主党の新人中村由紀子さんは金融専門の翻訳会社などを経営しています。認知度を高めようと選挙区をくまなく回り、手を振ってくれた人とは必ず握手をする地道な戦いを展開しました。本当に手応えがちょっと前とは違うですね、はい、1年前とは明らかに違う。安定的な水産業の実現などを訴えた中村さん。気候変動で水産業が今危機に瀕しています。水産業に対する援助、これはもちろん必要です。幅広く浸透を図りましたが、党の重鎮を倒すには至りませんでした。経済の立て直しを通じて国民の皆様方の暮らしをしっかりと守っていく。裏金問題など逆風の中で豊富な経験と実績をアピールした自民の鈴木さん、今回も議席を守り抜きました。